数年越しにね妹に会うわけ。だからすごいなんか気合い入ってメイクやっちゃったらすごいこんなんなっちゃって、あ、もう濃い顔は証明してるから画角で見るとあんまり伝わんないかもしれないんだけど、鏡で見るとめっちゃ濃いわけ。だからこれをしていく、前髪だけやっていきたいと思います。どこに置こう、これどうしよう、もうなんかねアイロンを温めている間に首のマッサージをしちゃう。首は大事、本当に首って結構皆さんむくむからさ、ここからここまでリンパ流してとか絶対やった方がいい。でもなんか燃えてる匂いする、あんまり良くない。ねえ、もうね数年ぶりっていうかね数年越しだからすごい緊張するの、本当に緊張してたまらないんだけど、なんかやばいの、本当にやばくてどうしようみたいな。ちなみにこのサングラスいつまでかけてるのとか思ってるでしょ、ずっとかけてるからね。会いに行くときまで全然かけてるから。あれだもん、普通に着替えにパンツとパンツね、ピンクの100均で買ったパンツと、うちの T シャツと、あともうほんと着替えが上下左右入ってるから左右わかんないけど、オッケー、もうこれでいける。もうシェーディングとかしないの、めんどくさいからシェーディングとかしない。だってどうせ取れるんだもん今日。とりあえず行ってきます。見て、見える？見えないかな。そう、こんな感じでね、もうね台風が来るってわかってるからサンダルで向かってるの。もうどうせ濡れるしみたいな感じでサンダルで向かってます。妹と会ったの、妹と会ったんだけど、これから濡れようと思うの。一瞬写真かと思った。違うの、動画なの。妹です。妹です。こんな感じです。こんな感じです。もうもうイエーイ、ソースソースソース。今ね、なんかとりあえずカッパ持ってきたんだけど、これつけてればさ、顔面は守られない、ね、顔面は守る、顔面は大丈夫な気がするから。パリピです。これがね、私6個ぐらいあるから。あとどんだけ持ってんのよ。結構、結構ついてるよ。牛の乳よりついてるよ。なるほどね。そうそうそう。でも濡れた濡れた、お父さん、お父さんペラペラしてる髪の毛。今ね、私たちは並ばないで見てるの。人の不幸はいつの味。そう、ケーフル全然見てくれないな。あー、濡れてくれた。優しいじゃん。優しい。すごい不審な目をされた子供に。泣きそう、泣きそうになってる。絶対お父さんがあいつらなんてなって、あいつらみんな見ちゃいけないんだ、見ちゃいけない、見ちゃいけないって。あれ見ましょうか、並びましょう。できます。どうしたら乗れない、すいません。前髪を守られれば私はいいと思ったら、超出て前髪マジやばい、ルイオンファイブ絶対負けるんだもん。若干びしょびしょ。でも守られたよね。すごい守られた。結構なんかこっからここまでフェードアウトしてたから、顔が全然見えなくて前が見えなかった。見えた、よかった。全然見えた、全然見えない。ここまでやってる状態で見えない。やば、すごい明るいじゃん。やだなって。何、血色がすごいね。ちょっと待って、服ね、服ね。あ、戻んない。なんで怖い。やだ、もう本当にもうやだ。違うの聞いて、みんな聞いて。こんなやつなかなかいないって。さっきもモロガンにされてたからびっくりしたわ。アップだよって。こっからバイキング乗ります。ブランブランしてきます。ブランブランして。このカーブのところがね、もうこれは職人の技。どう、もう風刺がすごいんですね。すごい、ただただ可愛く。そうですね、このカーブが好きです。私もどんどん、あ、結構ね、子供たちに、あ、失礼いたします。ごめんなさい。震えてるだけだよ。だってそれ、ただそれだけなんだもん。何、何かわいいじゃん。かわいい。落ち着けっていつも言ってるですね。お母さんの言うこと聞けないの。震えるから。でもママ早いから。あ、やめて、収まれてマム。だからいつも言っちゃってるの。これは震えるなって言ってるだろお前。震えるなって言ってるだろうがお前。マム、マム見ちゃいけないみたいな。ガチやじゃダメよみたいになっちゃって。やばい人みたいになっちゃって。今ですね、あの雨がね降ってきたんです。台風なんで。なるほど。観覧車に乗ったんです。なるほど。すごいスローなんです。なるほど。今日はもうアトラクション乗れないっていうことらしいんで、とりあえず。ねえ、タカシ、モッツァレラチーズゲームって知ってる？知らん。それろ、モッツァレラって。ただ今日は戻すだけ。今日はモッツァレラって言えばいい。そう、じゃあ私テンション低くなるから。モッツァレラ、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 モッツァレラ。意味わかんない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 
れもたらもたらたらたらもたら。まあ今日一日、うん、やっぱり私はいろんな経験もしたと思うんですよ、うんうんうん、水に濡れて、うん、ジェットコースターで吹き飛ばされて、うん、奥臭膜にガム入ってますよね、うん、出してくださいって言われて、うん、イヤリングつけてますよダメですよって言われて、まあ、動詞はまだ分かったんですよ、うんうんうん、お口のガムまでも募集されちゃって輪ゴムみたいなやつで2つ縛ってくださいって言われて輪ゴムをそのままにお持ちしてなんかファンタスティックな人だなって内出血しちゃったなって、うん、足が内出血して毛道量みたいになってたんでちょっと心配だなって思ったんですけど、ね、でもなんかまあ大丈夫よかったと思います。ありがとうございます、はい、無理やりともも母でした。